こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日のショールームのお供はバームクーヘンとズンダープリーツ。おいしい。今日は駒澤大学さんのオータムフェスティバルに出演させていただきました。でね、その後に武蔵大学さんでの高野祭に出てきました。楽しかった。学園祭デーでした。楽しかった。そう、でも高野祭は学生の方だけなので、そう、楽しかった。いっぱい学祭のなんか屋台、焼き鳥とかホットドッグとか焼きうどんとか焼きそばとかチョコバナナとかいっぱい食べました。いっぱい食べました。なんか武蔵大学行った後もあったんですね、屋台。そこで焼き鳥食べたのね。みんなで焼き鳥をもも2本ずつ買ったの。私は皮も1個頼んだんだけど、でみんなで2本ずつね買ったの。8本買ったのさ、ひゆこちゃん以外の4人がみんな食べるって言って8本で食べてたら、私が皮1本食べ終わって、もも1本取ろう、なんか1本食べようかなと思ったら、ももが1本しかなかったのさ。で、あれあれ私、あれもも2本じゃなかったっけ、あれって言ったの。大子食べちゃったって言ったら、そしたらあのね、ゆいが3本目勝手に食べてて、そうめっちゃ怒ってんの、ひなちゃん。めっちゃ怒ってる。本当に怒ってるの。違う、本当にこれ聞いてください。もう笑えないぐらい私怒ってるんです、本当に。もうでもその時めっちゃ怒った。もうさっきちょっと喧嘩したわ。そうめっちゃ怒った。そうなんで食べるのって。さ、その許可なくさ3本目食べるってさ、ありえないんだけどって怒ったら、なんかゆいちが拗ねてた。なんでゆいが拗ねるのって。食べられました。最悪、悔しい。桃たれ1本しか食べれなかった。結構怒ってる。ゆいを見るたびに、あ、焼き鳥って思い出すかも。激おこです。許せない。そうだよ、食べ物の恨みは大きいんだよ。
ひどいと思いません？ひどい。私焼き鳥大好きなんです。焼き鳥大好きだから食べられちゃって悲しい。でも水餃子とか、水餃子も食べたし、あとはチョコバナナは駒沢でも食べたし、武蔵大学でも食べたし、いっぱい食べました。子供だから許してあげて。許しません。子供だからってない。ずっと許してたらね、あのまたやりますよ。許しません。絶対に許さん。絶対に許さない。激おこぷんぷん丸。やっぱしっかり反省してもらわないと困りますせ。許んじゃ許さないよ。許しませんよ。発案でもよかったよ。あ、嬉しい。やった。今日はね、みんなめっちゃ気合入ってましたね。今日も私は今日はツインテールにしました。下ツイン、低めツインでした。低ツイン、ハーフアップか迷ったんですけど、なんか結ばない人多いなと思って、これ今日は湯沸きました。お、リボンかわいい。嬉しい。リボンもつけたんです。今日メイカのイベントとかはハーフアップにしようかなって思ってます。見たかった。ミカもおいで。そう、あと髪型って何があるかな。でもハーフアップ、編み込みのハーフアップしてかな。6日もイベントあるんですね。いっぱい。明日、明後日、明後日、3日後には会えますね。また。びっくりドッキリ。やばい、しがこれ緊張してるんだよね。私がこれ練習しないとって思って緊張してるます。大阪行こうかな。え、大阪来てくれるの。大阪もみんなおいで。私がこれの次の日、大阪国際会議場みたいなところでリリーベします。やばい、本場のたこ焼きが楽しみでやばい。やっぱ大阪のたこ焼きからしか得られない栄養ってもんがあるんですよ。そう、その前は観学での学園祭出てきますし、そう、もう本当に大阪のたこ焼きからしか得られないたこ焼きの栄養、なんていうんですかね、本当にカリフワ、そうカリフワ、やわふわ、ふわふわ、とろふわ、ふわとろか。私がこれで AKB 見てから電車で学祭向かうとギリギリに間に合わないんだけど、どうすれば。車ですかね車ですかね。オノマトペって何？
気温。いやそう、銀だこでいいやん。ダメだよ、ダメですよ。銀だこと大阪のたこ焼きはもう別物。たこ焼きという同じくくりにしていいのか迷うもん。銀だこと大阪のたこ焼き区別してくれるの関西ですラムスキュ。いやあれは別物ですよ。いや銀だこもめっちゃ美味しいんですよ。カリカリで作ってる時にさ、すごい油いっぱい入れててさ、めっちゃカリカリに仕上げてくれてるんさ、美味しいのよ。わかるよそれは。私はたこ焼き好きだからカリカリもめっちゃ好き。だがしかしな、だがしかしよ、大阪のたこ焼きはな、まず何が好きかって、ソースがなくてもね、生地から出汁を感じるんですわ。これがまず第一違いポイントね。あれはうまい、うますぎる。それで、まあ、ここが一番の違いじゃん。カリカリとふわふわね。このふわふわからしか得られないものがなんかあるんよ。ふわとろのたこ焼きってなんかめちゃうまい。マジで美味しい。口に入れた瞬間にハハハって口の中に広がって、これがたこ焼きやって、なんか私のなんか細胞が言うんですね。これがたこ焼きやってなるんですさ。ふわふわ、そう、たこ焼きやって思うんですよ。美味しいね。なんかなんだっけ、この前ツアーで大阪行った時になんかすごい美味しいものを見つけたんですよ。なんかキャベツ焼き、なんかキャベツとたこ焼きを卵で挟んでるみたいな、めっちゃ美味しかったのさ。なんだ、キャベツ焼きじゃないかな、わかんない。いや一時期大阪めっちゃ行ってたこ焼き食べてて、もうそこで私その時にたこ焼きの魅力をね、大阪のたこ焼きの魅力にもう思い知らされたんですよ。そう、大阪のたこ焼き食べまくってこれはちゃうわってなりました。美味しかった。あとなんかうどん、うどんも美味しかったイメージある。だし、なんか大阪の方のだしのうどんなんか食べました。すき焼き、うん、わかんない、なんか覚えてないんですけど。あまり覚えてないんだけど、そう食べました。前行った時美味しかった。なんか大きいなんか銅のお鍋みたいなので、鍋とうどんみたいな食べたことあります。出汁が美味しかったです。そう、うどん好き、うどん好き。
兵庫は何が美味しいんですか？感覚がある。あ、28日やった、嬉しい。着々と1ヶ月に近づいております。ありがとうございます。兵庫明石焼き、やっぱり明石焼きも美味しいよね。知ってる。兵庫、滋賀も楽。でも滋賀の滞在時間短いんですよね。滋賀名物って何かありますかな。滋賀絶対そう、滞在時間短いから。琵琶湖見たい。見れなそうだな。淡路島の玉ねぎバーガー美味しいよ。嫌だ、ちょっと嫌かも。嫌かも。なんか淡路島の玉ねぎが美味しいのは分かるんですよ。だけどちょっと、うん、淡路島は大好きだよ。でも玉ねぎがダメなんや。うん、滋賀初めてです。うん、初めて。近江牛とか食べたいな。淡路島は兵庫だね。滋賀はとりあえず琵琶湖見たいな。時間なさそうだから。サラダパン、サラダパン有名なんだ。うん、楽しみ。でもめっちゃ本当に意外とすぐそこよ。今日3日でしょ。4、5、6、7、8、9、1週間後、1週間弱後。琵琶湖でかすぎてどこかでも見れそうなイメージ。マジそうなの。違う、これ AKB のやつ練習しないとまずい。留守番組は何してればいいですか。ひなちゃんからの可愛い写真を待つべし。AKB の曲やらないと。あの曲とあの曲とあの曲がまだ全然できないからやるね。あの曲とあの曲とあの曲が今一番不安なの。うん、あの曲とあの曲とあの曲が難しくて頑張るの。
特にあの曲とあの曲、そう、あの曲とあの曲は特に結構まずくて本当にまずいんだ。頑張るね。そう、あの曲とあの曲が、いやーちょっと難しいな。そう、どこが難しいかって、まああそこら辺が難しいんだよね、特に。そう、あの曲は結構あんな感じでこんな感じだからなんかむずくて、あの曲はなんかあんな感じなんだよね。そう、あ、そうそう、あそこあそこあそこ難しいよ。そう、なんかダラーみたいな感じね、トゥトゥトゥみたいなね、あの曲難しいよ。なんかあの曲のあそこの部分は、まあ、なんか一見簡単そうに見えて難しいんだよ。わかる？わかる？わかるよね。そう、でもあの曲とあの曲はできるし結構テンション上がるから、ひなちゃん的には結構最高って感じで、そう、セトリ的にはあの曲からのあの曲いいなって思いますね。であの曲で終わるのは結構緊張するんですけど、まあ頑張ろうかなって思ってますね。うん、その曲で終わるってなるとドキッて頑張るんですけど、っていう感じの瀬戸りなんですね。詩がこれは AKB。 そう、まあ、今ので結構8割ぐらい分かったと思うんだよね。そうそう、まさかのあの曲最後やばいっしょ。そうなんだよ、あの曲。そうねえねえ、みんな本当大体把握したとかさ、今ので瀬戸り分かったわってねえ、何それねえ、どっちどっち、本当に分かったの？え、じゃあさ、みんなのさ予想言ってみてよ。絶対顔出さないから。あ、何の曲聴きたいっていう感じ でみんな詩がこれでどの曲聴きたい、あれやると思うみたいな。予想、ひなちゃんね、今日は絶対滑らないわ、本当に。余裕すぎる。なるほどね。まあ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 、まあ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 、なるほどね、なるほどなるほど。いや、ひなちゃんもそろそろね AKB 経験値が上がってるから、そう、やっぱやっとね2年目1年半ぐらい、1年半が過ぎてきてですね、結構 AKB 経験値がレベル3ぐらいになってきたんですけど、そうだからいい感じなんですね。だがしかし、あの曲とあの曲とあの曲は結構苦手今のところ。しがこれ、しがこれアンネームでも AKB でも出れるの嬉しいですね。まあでもみんな、まあ瀬戸り、うん、まあ分かってるとは言いつつ分かってないな。うん、まあ楽しみにしといてくれよな、しといてくれよな。いやー、もうみんな分かった気になっちゃって、分かってないのにまたまた。
あまあ当日まで楽しみにしといてくれよ。楽しみ。ちょっとこれ配信終わったら練習するわ。よし、すごく楽しみ。ランキング読みます。え、今日新宿のタワルクでアンレイムの CD 買った。えー、嬉しい。高一？高一の放送委員なので当番の時流してます。やったー、嬉しい。やったー、すごい。高一か、放送委員か、結構イケイケな感じ。私の学校は放送委員は結構なんかイケイケな子が入ってるイメージですね。コミュ力高めの子が入ってたイメージ。何の曲練習するのかだけ教えて。言ったらバレるやんバレるやん、絶対バレてまうやつやん。ランキング読みます。そうだよ、へんちゃん環境委員だから。でも小学校の時と環境委員いつだったんだろう。高校の時委員会何やってたんだろう、あんま覚えてない。環境委員でやってるかな。じゃあ図書委員だ。図書委員、私さ図書委員やってたんですけど高校生の時、もうめっちゃ図書の先生怖くて、本当に怖くて、図書委員の時ね、図書だより作んなきゃいけなくて、もう友達とね本当にふざけてばっかだったし、まともにやってないから全然、全本当に図書だよりを作るのが下手くそっていうか、もう仕事がとにかく遅いんですよ。もうなんかすごいありえないぐらい怒られて、そうもうなんかこんな仕事のできない図書員は初めてですって言われました。私しかも私図書委員長した？したわ。あと、やったかな？副委員長か。いや、初期。いや、私図書委員長でした。図書委員長で、高2の時図書委員長で、図書委員長で、こんな仕事のできない図書委員初めてじゃん。なんかもう呼び出しも行かなくて、あの紙で他人の先生宛てになんか来いみたいなもらいました。怖かった怖かった。でも本当に仕事できなかった。てかもうふざけ、友達とふざけすぎて、もう適当人間すぎて、な全然呼び出しも行かなかったし、仕事も遅いし、そう図書委員長なのに、あの形から入るタイプで眼鏡と三つ編みはしてました。笑ってしまうね。図書だより家に探したらありそう。トラウマになるわ。でも本当に図書委員長やってたよ。図書委員長。でも途中で私よりやばい図書委員、同じ学年の子ね、図書委員の子がいて、最後の方あんま怒られなかった気がする。図書室のシフトとか全然なんか覚えられなかったな。本好きだよ、でも本は好き。図書だより一生懸命書いて作ったな、パソコンでカチャ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 してさ、カチャ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 パソコンで図書だより作ってさ、絵得意なその同じねクラスの子に絵描いてもらって、それ貼っつけてカチャ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 してさ、今で一生懸命図書代理の文字こってカチャカチャ打ってさ、 iPad でさ絵貼っつけたやつ作ってさ、カ
チャカチャカチャカチャしてさ、先生にインタビューとかしてみちゃったりしてさ、世界史の先生にさおすすめの本のなんかインタビューとかしてみて、それで録音したの聞きながらさ一生懸命文字に起こしてさ、図書代わりカチャ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 作ってさ、怖かったな、怒られたな、仕事したよ、カチャ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 して、終わんなすぎて内職してたよ、あの授業中に、授業中にパソコン使う授業でパソコンそれやってると思いきやカチャ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 それ打ってた、終わんなすぎて、終わんないからもう授業中パソコン使ってると思いきやインタビュー起こしてるみたいな、で誤字脱字一生懸命見てるみたいなね。でも意外とちゃんと頑張ったわっていう図書委員でした。こんな話に派生して、あとパソコン使う授業でめっちゃ YouTube 見てた、 YouTube とネフリ見てた、すごい。内職はひなちゃんしたことないね、全然。 YouTube は見てた、こうやって授業なんか調べ物していいですよって時に YouTube 見て、で先生回ってきたら別のタブ開いてなんか調べて書いてるふりして、先生前行ったら YouTube 見るっていう、じゃあ Twitter 見たりして、ちょっとなんかタイムラインめっちゃおもろいやんとか思いながら授業を受けてましたね。楽しかったな、高校生活。辛いな、悲しいな。ま、高校生そんな楽しい記憶を話せたところで本当にランキング読みましょう。何が良くないかっていうと成績悪かったからね、ちゃんと。お菓子も食べたことあるわ、それバレて怒られたわ、おっとっと食べて。じゃあ読みます。13位、宮城さんありがとうございます。12位、ジロリンさんありがとうございます。11位、はやりんごさんありがとうございます。10位、筋肉愛好家さんありがとうございます。9位、りょうさんありがとうございます。8位、ももちゃんありがとうございます。7位、じいまささんありがとうございます。6位、ひなちのヒーローになりたいゆき、やったーありがとうございます。5位、ゾンネさんありがとうございます。4位、ももの旦那さんありがとうございます。3位、つなちゃんありがとうございます。2位、のぶさんありがとうございます。1位、356たけさんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました、ありがとうございました。楽しかったです、今日も一日ありがとね。今日は早く寝てみようかな、バイバーイ。